愛知県立アグイ高等学校は愛知県知多郡アグイ町大和アグイに所在する公立の高等学校。つよし、ち、ひとしこの校訓に沿うように水泳訓練や学習会などがある。この校訓は昇降口前のロータリーに校訓費がある。1年時は1組が国際コース。他のクラスは通常クラス。2.3年時は1組、国際2組。 文系ピック、8組、理系ピックとなる。周辺の風景周りを田畑や低い山に囲まれており、近くには天腰川が流れている。春から秋にかけては農作業を望むことができる。近くには阿久井町立阿久井中学校がある。阿久井町役場から約1キロメートルのところにあり、幹線道路から少々奥に入った場所に立っている。 季節によっていろいろな小動物や昆虫も見受けられ自然豊かな場所と言える。運動場については砂ではあるが目の荒い獄素粒さであるため裸足での使用は怪我などの原因になるので禁止されている。始まりの坂の石碑学校の門をくぐると昇降口付近まで続く傾斜がきつめの坂がある。創立30周年の際に生徒会主導のもと 坂に名前をつける提案がなされた。そこで生徒に公募を行い、選出の結果、始まりの坂と命名された。坂中腹には生徒会が石碑を建てた。しかし正式名称で呼ぶ生徒は多くない。ありがとうございます。